千穂ママの目から鱗の防災術です、はい、ハードル上がります、はい、頑張ります、はい、1回目のキーワードはこちらです、はい、避難生活の質を上げよう。これは千穂ママどういうことですか。はい、熊本地震はですね、はい、直接死よりも4倍の数の、まあ、震災関連死があったということで、はい、やっぱり命が助かった後の避難生活の質に目を向けることがとても重要だと思います。教訓です ね、 ね、ということで事前の備えを改めて今日は見直していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ避難生活の質を上げるために大事な、はい、まず物の備えからいきましょう。はい、はい、今日はね、私の防災リュックを持ってきました。はい、こちらですね。これを持って、まあ、避難所に行くんですけれども、まずは医療品、そして、すみません、衣服、そして雨具、はい、それから食料品や飲み物、そして生活用品や衛生用品、それから避難ツールとして大事なラジオやヘッドライト、そして筆記用具があるんですが、ここで私のね、注目してほしいものがありまして、はい、こちら、はい、トイレのセットになります。これ志保ママオリジナルで作ってるんですけど、中にはですね、トイレットペーパーや45リッターのポリ袋、そしてこの白い粉がですね、これ凝固剤といって、おしっこを固める粉なんですね。これが入ってます。ただこれ私オリジナルなんですけれども、はい、例えばホームセンターに行くとですね、こういった何個かサイズが入っていて、キットになったものや100円ショップでは1回分携帯トイレ、これで売ってますので、ぜひね、用意してほしいなと思います。やっぱ避難所で一番大変だったのは私もトイレなんですね。避難生活の中で水が出なかったのでもったいないけん、なかなかとか我慢してた。我慢しちゃうんですよ ね、 でもほら、我慢ができないのもトイレですよ ね、 はい、そして、まあ、健康、衛生、尊厳にも関わる大事なことになります。ぜひ家族の人数や予算に合わせてください。目安は1日を5回かける2日分で用意をしてほしいなと思います。はい、皆さんも備えを見直してみてはいかがでしょうか。はい、そして他にも熊本地震の避難生活で見えてきた教訓があるんです。それは男女や年齢などに関わらず、すべての人の尊厳を保つことです。今災害時にお互いを大切にするための学びが広がっています。先月、柳原さんが開いた勉強会、そこで使っていたのは防災について学ぶクロスロードというカードゲームです。災害対応、いろんな課題が出てきます。いろんなジレンマが災害時って起きるんですけど、それをゲームでやっていきましょうというものです。クロスロードは重大な分かれ道という意味。災害時に二者択一の判断を迫られた時どう動くのか、イエスかノーで自分の考えを示します。あなたは食料担当の職員です。避難所には3000人が避難しているとの確かな情報が得られました。まずこの2000食を配りますか、配りませんか。イエスが配れてノーが配らないです。はい、オープン。一人、そしてその後は子どもとか高齢者の方とか、妊婦さんとかに優先して配った方が食料もダメにならないし。一つの答えを出すことがゲームの目的ではありません。立場の違う人を理解し、想像力を養うことも大きな目的です。早速私も参加してみました。あなたは母親です。深夜に起きた大地震から赤ちゃんを抱え、命からがら避難所にたどり着きました。赤ちゃんが泣き始め避難所を一旦出ましたが、夜泣きで周囲に迷惑をかけそうです。赤ちゃんと避難所に残りますか。イエスが残るで、ノーが残らないです。考えたら、さて皆さんならどうしますか。私の答えは、はないんですよ、いろんな考え方でいいんです。はい、オープン。
出産した直後を思い出すと、ずっと泣いてるんですよね、夜中に。もう本当に自分も全然眠れなかったので、寝ない赤ちゃんが避難所にいたらものすごく迷惑かけるだろうなっていう、そっちのストレスもものすごく感じそうで。イエスと答えた人の意見は、外で地震が続く中いるのは非常に母子ともに危険だといったところで、そこを一般の人にも理解してもらうことを前提で避難所にさせてもらうことを選びました。実際に熊本地震ではこのようなことが起きていました。みんな避難所行ってないんですよ、赤ちゃんがいた人たちが。つまり要はこの状況になった時に現実問題、理想と現実は違うと。災害時に直面する理想と現実、今注目されているのが防災における男女共同参画の視点です。熊本地震の避難所では子連れで入りにくい授乳室や更衣室がないなど、女性がより多くの我慢を強いられた現実がありました。わかりやすい例がトイレです。トイレが足りず多くの人が水を飲むことを我慢したといいます。こうして水分が不足し血栓ができやすくなり、エコノミークラス症候群を引き起こす要因となったのです。熊本地震では重症者のうち実に8割が女性でした。女性が男性の3倍の数のトイレを用意しましょうという基準があります。でこれは決して贅沢ではなくて、もうこれ国際基準なんですよ、被災経験から得られた教訓をどう生かしていくのか。誰もが来られる避難所作りっていうのがすごく大事になってくるのじゃないのかなと思います。女性が現場に入ってくれることで男性だけでは見えない部分も見えてきて、その避難所のことだったりとかですね、そういったところも、もっとうまく回っていくのかなというふうに思いました。私も子どもを連れて避難した際に、やっぱ周りの方に気を使って避難できなかったという状況を、ちょっと思い出して、子育て世代に理解があれば、もうこういう思いをしなくて済むんだなっていうことを逆の立場でちょっと感じることができたので、とても、勉強になりました。災害対応を自分ごととして考えること、それが想定外を減らすことにつながるのかもしれません。本当に今日は子育て世代の方々だったですけど、ご年配の方とかペットと一緒の方とか、いろんな事例があるはずですから、その方々の立場になって考えると本当に大事なんですね。なかなか災害起きちゃうとゆとりがないので、その起きる前に考えることがすごく大事です。そうですよね、牧さんいかがですか。いや、もうまさしくですね、やっぱこう今だったら冷静な判断できるんですけども、いざこう自分に余裕がなくなった時にそういう対応が取れるかって、やっぱそういうトレーニングをしたり、こうそういうことを想定していくことってすごい大事だと思います。普段からトレーニングが大事なんですよね。そう、牧さんのようにですね、そしてですね、避難所、これをね、尊厳を保つ避難所を作るために大事なこととして、例えばこういった授乳室、女性更衣室、こういった表示を事前に用意をしておく、そうすると多様な人に配慮した空間づくりをこう忘れずにできるのかなと思います。やっぱり女性だけでなく高齢者、障害者、立場によって我慢をより多く強いられることがないようにしないといけないですね。はい、そうですね、はい、それからですね、自分で動くということもすごく大事になります。支援が必要な方、もちろん配慮が必要なんですが、その本人もですね、できることがあります。例えば物の備えとして、こちらですね、おむつも大人用や子ども用のおむつ、それから尿取りパッドや生理用品、あるいはお薬、コンタクト用品、こういった実は限られた人しか使わない消耗品、こういったものってすごく不足するんですね。例えば、ほら、赤ちゃん用のおむつもサイズが、新生児用からビッグサイズまでありますから、子どもに合うものがあるとは限りませんもんね。そうなんです。だからやっぱり自分で用意するっていうことがすごく大事になります。そうですね、そしてまたですね、自分、要は自分でアピールをする、例えばですね、ヘルプカード、
これは障害のある方が、うん、私はこんなあの支援が必要なんだよっていうのを書くあのカードなんですね、うん、それからマタニティキーホルダー、うん、こういったもので、うん、自分は助けが必要なんだよ、これを周りに対してアピールをすることで周りの人にも気づいてもらえる、こういうこともすごく大事になります。なんか我慢が美徳みたいな感じのところがね、うん、ありますけど、やっぱり自分で、ね、手を挙げるってすごく大事ですよね、はい、そしてですね、うん、こういった母子健康手帳やお薬手帳、うん、こういったものも大事になってきます、うん、はい、それからちょっとすいません、一つ抜けてしまったんですけども、はい、小さなお子さんがいらっしゃる方ですね、はい、こういったマザーズバッグ普段持ってますよね、はい、これをやっぱり持ちやすいように手の届くところに置いておく、例えば車に置いててもいいと思います、うん、そうするとね、慌てていざという時にね、持ってき忘れたっていうこともないのかなと思います、うん、そうですね、はい、マキさん、こうやって自分の助けが、こういう助けが必要っていうのはアピールするのも自分の助けになるんですね、はい、そうですね、自分で声を上げれなくても、うん、そういうこう意思を示すようなものを身につけとくだけでもですね、それをこう周りの人もしっかりとこう、うん、知っておくってことも大切ですよね。なんか、はい、もう被災地ずっと見てこられてましたけど、うん、その発災当時具体的にどういったものとか、これが一番需要があったとかありますか？やっぱりおむつに関してもすごいサイズがあって、うん、新生児用とか小さいサイズっていうのが比較的集まりやすかったんですけども、うん、大きいサイズがなんかこうなかったりとか、そうなんだ、うん、そういう問題もね、たくさんありました、うんうん、ね、教訓ですよ ね、 ね、そしてこの母子健康手帳やお薬手帳、実はですね、はい、熊本地震の関連死、8割近くが70代以上で持病を持っていたんですね。ですからこういったお薬手帳を持っておくと、例えば昨年の球磨村の豪雨でもこの手帳があったことでお薬処方できたってことがあります。これ命綱になりますから、そうです、ね、ぜひ持っててほしいなと思います、はいはい、震災関連死を防ぐ避難生活の質を上げるためには、うんうんはい、やっぱり困った時には SOS を出す、うんうん、そして多様な立場の方の声を普段からね、うんうん、聞いて、はい、そしてその意思決定の場に女性や多様な方が入るっていうことがすごく大事かなと思います、うん、ぜひね、はい、自分とか家族、ね、地域でみんなでね、この備えを教訓から学んでほしいなと思います、うん、その準備、避難所運営からみんなでやっていこうっていう空気が大事ですよね。はい、志保ママとお伝えしました。